日向市立日向中学校は宮崎県日向市大技富高にある公立、中学校。日向市の人口増加に伴い、富島中学校から分離する形で開校した。高知は日向市街地の西側の丘陵に建設され、市街地を見下ろすことができる。校区内に宮崎県立日光ひまわり支援学校が所在し、年間を通して交流教育を行っている。 女入学式、歓迎遠足、修学旅行、体育大会、緑風祭、立志の集い、クラスマッチ、卒業式男女混合チームで活動している。男子のみ。男子、女子分かれている。女子のみ。男子、女子分かれている。女子のみ。練習は主に校内のテニスコートで行う。男子、女子分かれている。陸上部は、 毎年県内の陸上部競合校として、なお、馳せせている。男女混合で活動している。日向中学校吹奏楽部は2019年度、全日本吹奏楽コンクール、宮崎支部予選において、金賞を受賞し、南九州小編成吹奏楽コンテストへの出場を果たした。また、県内の有名講師を招き質の高い部活動を行っている。毎年秋に、 市内のホールで定期演奏会を開催している。また、校内のイベントで演奏するほか、他校と合同で演奏する機会もある。2017年の世界ジュニアサーフィン大会において、開会パレードを、日向中学校、在光寺中学校、大大谷中学校、富島中学校の4校で先導演奏し、海外メディアからも一時的に注目された。また、 在光寺中学校とは合同練習をたびたび行っている。ありがとうございます。